はい、マッサーどうも、琵琶湖バス釣りガイド、ニックネームなすびです。よろしくお願いいたします。本日もなすびガイドやっていきましたので、そちらのお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。本日9月23日の祝日の月曜日ですね、連続の3連休でございました。2週連続の3連休だったんですかね、そんな2週目の3連休の最終日の、9月の23日なわけなんですけど、今日はね、人がとても多かったですね。昨日がかなり荒れ予報でしたので、人はね、ほんと少なくて、昨日が日曜日、本当に日曜日なのかなと疑うぐらい、ボートの数も少なかったんですけど、今日も結構ね、風が強い予報ではあったんですけど、昨日よりマシだでしたので、バスボートはじめプレジャーボート、ジェットの方々も含め、結構ね、湖上は賑わっていたような、ただ結構荒れてたんですけど、そんな一日でした。で、本日の、ゲストさんは、チーム、京都じゃなくて、チーム真野でもなくて、チームトークスさんですかね、ちょっとわからないんですけど、本日は、志麻さん、そして、トムさん、そして谷さんに遊びに来ていただきました。志麻さんとトムさんはナスビガイド3回目で、谷さんはナスビガイド2回目ということで、ありがとうございます。クールで、かっこいい志麻さん、そしてめちゃくちゃ鬼突っ込むトムさん、そして釣りが好きすぎて会話をしてくれない谷さんのお三方なんですけど、僕は結構楽しませていただいて、こちらも楽しませていただいているわけなんですけど、そんなメンバーの方々と今日は釣りをしていきました。で、天候なんですけど、今日は、気温がだいたいマックス28度ぐらいで、最低気温が21度ぐらいで、比較的もう30度は超えなくなっているので、一時の暑さよりもだいぶ涼しい天候でございます。朝晩がね、めちゃくちゃ冷え込んでて、で、日中がね、今日雲も少なくて日差しも強かったので、結構日焼けとかもしたと思うんですけど、ちょっと暑い時もあったんですけど、一時の暑さに比べたら、だいぶマシなんじゃないかなというふうには思います。はい。で、服装なんですけど、いつも通りのこの、夏の格好で、釣りはやっているんですけど、朝一がですね、結構ね、僕の中で結構寒くて、朝一だけね、ちょっと曇りかかってたんですよね。それでちょっと風も強くて寒くて、バスボートに積んであるレインウェアをね、こう羽織って、ちょうどいいなっていうぐらいの服装でした、僕は。で、日中はね、めちゃくちゃ暑かったので、普通のこの夏の格好で、釣りはできたんですけど、で、夜というか最後帰着間際も若干ね、寒いなと思いながら、別にあの夏の格好で大丈夫かなというふうには思いました。ロンティー着てたりとか、ちょっと夏の格好に羽織物があると、ちょうどいいんじゃないかなというふうには、僕は思いました。で、琵琶湖、現状なんですけど、水温も朝一から26度ぐらいですかね、ちょっとやっぱ下がってきてて、で、魚の状態的にはね、あんまり変わらず、でかいバスが、ね、今ちょっとね、若干難しくて、で、小バスサバもね、今日ね、ちょっと若干難しいんですけど、魚は釣れるんですけど、ちょっと難しいなっていうような状態で、あんまり現状は変わってないかな。少しずつ水温が下がっていくにつれて、秋っぽくはなってきてはいるんですけど、もう少し寒、このちょっと今水温ガクンって今下がったのが、安定してきてほしいなという感じで、変化のタイミングってどうしてもなかなか難しいんですけど、もう少し安定してほしいなという、じわーっと安定してくれたらいいんですけど、いきなりあの冷え込んだりとか暑くなったりとか、変わってくるので、何とも言えないんですけど、そんな感じでございます。で、釣り釣果なんですけど、今日は、坂又シャット4インチのミトスじゃないミトスとを中心に数がたくさん釣れるっていうような感じ で数を釣っていってデカバスを混ぜるっていうスタイルを貫いてたんですけど、ビッグワンはね、なかなか今日難しくて、ミドルサイズぐらいだったら、結構ね、ポロポロと魚触れる感じで、楽しめたかなというふうには思います。はい。で、いつも通りあのウィードエッジエリアですね、北湖の南エリアから南湖の
ウィードアウトサイドエッジを今日はメインでやっていって、でその何個のウィードエッジエリアでも南北に結構ねたくさん広がってると思うんですけど、ちょっとウィードが抜けているところとかで、まあ、ベイトフィッシュが多いところをね狙っていきました。まあ本当に秋の定番の釣り方でございます。でそれもいつも通りかなというふうには思います。でまあルアーとかタックルなんですけど、まあいつも通りですね、この最近紹介している、坂本シャット4インチのミドストじゃないミドストなんですけど、坂本シャット4インチは、結構お好きなカラー使っていただいて構わないんですけど、その小魚を食ってるバスが多いので、まあ、ちょっと魚っぽいカラーを意識して、まあ、あとはお好きなカラーを選んでいただけたらいいかなというふうに思っております。でジグヘッドなんですけど 1.8g の1番、坂本シャット4インチだったら、今僕ホリゾンヘッドガマカツ社のホリゾンヘッドの 1.8g の1番を使ってるんですけど、まあ、この1番がまあベストかなと思います。 1.0 でもできるんですけど、まあ、ベストが1番かなというふうには思っております。でロットはデプスから出ているゲインエレメントというシリーズのライトシェイキングエレメントの、まあ、6号の LR ですね、まあ、大体もう一般的には UL ぐらいのスピニングロットなんですけど、それに2500番台のリールをつけてて、東レ社の X レッド5ポンドっていう、まあ、フロロカーボン5ポンドを巻いてます。でこういうタックルで今日はやっていきました。で僕個人的にあのフロロカーボンのスピニングが結構好きなんですけど、まあ、トラブルもしにくいし風の吹いてる中でも投げやすいので、まあ、ゲストさんにもおすすめしやすいですし、僕はフロロカーボンを使ってるんですけど、そんな僕でも P ラインをね使う時があるんですけど、まさに今日 P ラインがちょっと必要なんじゃないかなっていうふうにちょっとよぎったタイミングがあって、でそれはどういうところかと言いますと、まあいかんせんそのウィードが濃いところでやるシチュエーションもあるんですよね。ウィードが濃いところでスピニングじゃないとちょっと食わせにくい、そんな状況って絶対琵琶湖ってあるんですけど、何個は特に、そんな中で P が必要だなというふうに思いました。そんなミドストじゃないミドストの、このフロロカーボン5ポンドとじゃちょっときつい。あで実際今日そう思い出した、今日そう谷さんもそのこういうセッティングででかいバスね、結構でかそうだなってやつをかけたんですけど、ウィードに潜られて取れなかったんですよ。でそんな時に今 P タックルがまあ必要なんですけど、そんな P タックルが、まあ、僕の中で今作ってるのがこちらですね、同じく坂本シャット4インチの 1.8g の、まあ、ミドストじゃないミドストセッティングなんですけど、ロッドは今、サイドワインダーのスラックシェイカーっていう、まあ、サイドワインダーのミドスト系の竿ですね、これにまあ、これも今また同じで2500万台ぐらいのリールをつけてて、で今東レ社の僕 P ライン、まあ、0.85 ですね、まあ、0.85 から15ぐらいの間でいいんじゃないかなと思うんですけど、それに僕は今ショックリーダーフロロカーボンの12ポンドをつけてます。これで多少強引にファイトはできるの でこれで取れなかったら今度フロロカーボンの16ポンドまでショックリーダー上げます。まあ、ひどい時20ポンドぐらいまで上げるんですけど、まあ、とりあえず今12ポンドからちょっとスタートしてみようかなと思いました。まあ、できるだけあんま太くしたくないので、ただ太くしても、そこで取れるかどうかっていうのがすごい大事なので、意外と食ってくれたりもするんですけど、まあ、とりあえずちょっとね16ポンドっていうショックリーダーがねちょっと若干太く、まあ、偏見なのかもしれないですけどちょっと感じてて、今とりあえず12ポンドからスタートしようかなと思いました。まあ、こういう、まあ、今この2つのミドストセッティングをね僕は今用意しました。なので皆さん参考にしてください。あのキャスティングとかで結構ね慣れてる方とかでしたら、まあ、全然 P ラインとかだけでもいいんですけど、まあ、どうしてもねやっぱフロロカーボン5ポンドの方が糸の沈み方も早いし、まあ、操作性もありますし、そのただ唯一のフロロカーボンの、まあ、デメリットでもあるその飛距離が出ないっていうのはやっぱ P ラインの方が軍配上がりますし、まあ、慣れてる方だったら P のみでいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、ちょっと自信がないっていう方はフロロカーボンの5ポンドがおすすめかなと思います。あの個人的にそのフロロカーボンの6にする方もいらっしゃるんですけど、この6にするの6にすると、まあ、途端に余計飛距離も落ちるし、ちょっとねライントラブルも若干多くなる気もするんで、まあ、そのフロロカーボン6ポンドの出番ももちろんあるんですけど、まあ、僕は5ポンドがね、まあ、一般的には結構ねおすすめなんじゃないかなというふうには思いますね。はい、そんな感じの最近のミドストじゃないミドスト、僕ナスリガイド必殺技のミドストじゃないミドストの、タックル紹介だったんですけど、皆さん参考にしていただけたらなと思います。でまあまあそのでかいのミスったとはいえ、まあ、なかなか、まあ、なんやかんや今日はポロポロと反応が得れて、まあ、よかったんじゃないかなと、まあ、ただねビッグワンが出れなかったのがすごい悔しくて、また、
志麻さん、トムさん、そして谷さん、リベンジさせていただけたらなと思います。で、今日坂本シャーといろいろとカラー使ってて思ったんですけど、まあ、ゴールデンシャイナーはね、今日ヒットカラーだったんじゃないかなと思います。まあ、僕の中でカラーは結構ね、お好きなカラー使っていただくのがまあ理想とはしてるんですけど、まあ、ゴールデンシャイナーがね、今日は反応が良かったんじゃないかなと思います。なので皆さん、ぜひよかったら坂本シャーと41にゴールデンシャイナー組み合わせてみてください。で、あとはその一瞬だけですけど、こういうスーパーディープクランク、まあ、秋のド定番なんですけど、こういうスーパーディープクランクもやっていきました。ロッドは、サイドワインダー、デプスのサイドワインダーのボアコンストリクターっていう、まあ、77XS の、まあ、ディープクランクから、まあ、スーパーディープクランク、まあ、マグナムクランクまで使える、結構ね、で、人によってはこれでビッグウェイトもやってる人もいるっていうね、結構ね、何でもムービングバスタイルみたいな感じの、まあ、ロットなんですけど、まあ、デプス好きの方はもちろん知っておられるボアコンです、通称。それにメタニウムのベイトリールに、まあ、フロロカーボンの16ポンドをつけたこういうスーパーディープクランクっていうのもちょっと深場でやってみたんですけど、まあ、今日は不発で、まあ、こういうのもね、ちょっと気分転換にもなりますし、やっぱり、まあ、秋の定番でもあるんで、まあ、どんどん取り入れていこうかなと思います。で、ルアーなんですけど、これ何これ、OSP 社のブリッツマックスEXDR っていう、これ数年前に発売された、まあ、10メートルクラスを潜れる OSP のディーププランクなんですけど、これ今使ってます。デプス社からね、まあ、今プロトタイプである、スーパーディーププランク用も あるんですけど、まだ発売してないので、この OSP 社のやつ使ってます。まあ、いわゆる 10XE とかそのあたりの、クランクであればいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、こういうのもね、ちょっとちょいちょい最近やってますので参考にしてください。はい、まあ、そんな感じの1日でした。志麻さん、トムさん、谷さん、1日ありがとうございました。また、次回ご予約お待ちしております。はい、そんな感じでしたね。ナスビガイドは11月以降募集しておりますので、下の概要欄からぜひチェックよろしくお願いいたします。で、ナスビガイドは、最寄り駅から最寄りホテルまで、送迎もやっておりますので、お気軽にお問い合わせください。で、レンタルタックル、レンタルライジャケとかもありますので、本当に僕話しかけやすいと思いますので、お気軽に遊びに来ていただけたらなというふうに思っております。はい、ということで、長々と、タックル紹介とかもありましたが、9月の23日の、祝日月曜日のナスビガイドのお話でした。皆様、最後まで聞いていただきありがとうございました。